2016年の読売ジャイアンツでは、2016年の読売ジャイアンツにおける動向をまとめる。この年の読売ジャイアンツは、高橋義信監督の1年目のシーズンである。選手会長は、長野久義、副会長は、菅野智之と、加藤健が務めた。2015年10月22日、このシーズンから3、軍が創設されることが発表。10月23日、 外野主権一軍打撃コーチの高橋義信が引退し新監督に就任することが決定。同じく引退する井端博和は一軍内野守備、総類コーチ、金城達彦は三軍打撃コーチ、前監督の原達則は球団特別顧問に就任した。12月2日、西部からフリーエージェントだった脇谷亮太が三年ぶりに巨人に復帰。十二月十一日、 チバロッテを退団したルイス・クルーズと2年契約を結ぶ。12月16日、ニューヨーク・ヤンキースからギャレット・ジョーンズと契約合意。オーダー3月4月先発投手のマイコラス、杉内、大竹が不在の中での開幕。ギャレットが球団史上初の来日1年目の外国人選手で開幕戦で4番に座る。ヤクルトとの開幕戦はンロが7回後安打。 無失点の高騰をお見せ3から1で勝利。そのまま開幕4連勝。4月7日まで首位を維持。4月半ばは阪神、広島に首位を奪われるも16日以降は再び首位に立つ。16日、熊本地震の影響で19日の20日の中日戦2試合の中止を発表。28日、クルーズが自打球を左足首に受け登録ましょう。 30日、5試合に先発し、リーグワーストの19死球のポレダが、登録抹消。4月はカンノが4試合33イニングを、自責点0、月間防御率0.00、33イニング、無死球、3試合連続2桁脱三振を記録し、月間 MVP に選出。5月4月からのヤクルト戦3連敗。 6日からの中日戦3連敗し3位まで順位を落とす。11日阪神戦に勝利し再び首位に立ち、坂本が打率359で首位打者。13日、クルーズが復帰。17日、内海哲也が今季初登板。5回に3を3失点で降板しチームはそのまま敗退した。23日、ギャレットが降格し、レスリー・アンダーソンが 今季初昇格。26日、大竹博が今季初登板。27日、5位に転落。31日、安倍晋之助が5番 DH で今季初出場。6月4日、西村健太郎が今季初登板。10日、ギャレットがポジションをレフトに変更して再昇格。12日、橋本至タが一軍登録。14日、クルーズが 左足首の検査を受けるためチームを離れ飛べへ。19日交流戦成績を9勝9敗の7位。22日、小林誠二が左肩甲を骨局した過去施設で登録抹消。24日、片岡おさむが昇格。25日、マイルズ・マイコラスが今季初登板。順位表対戦成績、セパ交流戦本施では、 前レギュラーシーズン終了から本シーズン開幕までの支配下選手、育成選手の登録、抹消について記述する。なお、抹消の挙手は、球団職員または、スポーツ関係、芸能関係の職業に転身した場合のみを記載し、空欄は前日以外の一般職業に転身もしくは、挙手不明を示す。また、対談区分は自由契約、任意引退、 詳細不明である場合については記載しない。本節では本シーズン開幕から終了までの入り対談について記述する。イコール新規加入選手。ありがとうございます。